い、皆さんこんにちは。今日は新しいゲームスペルキャスターユニバーシティをやっていきたいと思います。こちらの方ですね、 Steam の方で6月16日に出ました。それでですね、最初は英語なんですけど、オプションのところから、言語ですね、ランゲージっていうところで、日本語がありますので、日本語を選択して OK を押すと日本語に変わることができます。ということで、英語がちょっと苦手な自分とか、まあ日本語のゲームがやりたいっていう方でも楽しめるのではないでしょうか。では実際やっていきたいと思います。チャレンジレベルどれぐらいがいいんだろう。これが多分真ん中ぐらいなので、これにしましょうか。まあとりあえずゲームの長さってなんだろう。まあとりあえずこれにして、まあ何も変えずにやってみましょうか。なんだこれは、マーク、交渉か選べるのかな。まあ何でもいいか。とりあえず適当に入れていきましょう。よいしょ。大学の名前と。はい。次はなんだ、場所が選べるみたいですね。まあ平均的に多分村が一番初心者には優しいのかな。ちょっとわかりませんが、村を選んでいきたいと思います。はい、開始してチュートリアルが出せるみたいなので、チュートリアルをやっていきたいと思います。開始ですね。まず、画面下部にあなたが持っているカードがありますと。カードで建設などをしていくみたいですね。どんなんだ？新しい寮。新しい寮2つ？で、新入生。共同寝室、談話室。食堂というのがありますね。なるほど。建物カードを置いていくのか。そしていくと、でっかくなっていくんですね。強化アイテムは部屋の空きスロットに配置することができます。なんだ、強化アイテムって。新しいカードを得るために6回ドローすることができますということで、ああ、なるほど。ここでドローするわけですね。スタンダードデッキには主に食堂、寮、基本教室などのユーティリティカードが含まれますと。あ、これでゴールドが必要なのか。なるほどね。よいしょ。で、魔法学校には5つの流派があるということで、自然、光、影、アルカナ、錬金術か。なるほど。で、これで速度を変えるんですね。で、ここがなんだ？ここにはイベントが表示されますということで、イベントが出るみたいですね。ローカルマップを開いて連絡を取ることができると。学長室。で、学校の統計資料。割り当てたりすると、割り当てとかもあるのか。大学の名誉か。材料が必要になるってことかな。設定が決められて、達成すると星がつくということですね。何？魔王の進軍タイムってことは、魔王も攻めてくるってことなんですかね。まあいいか、とりあえずやってみましょう。農地のところでなんだ？これは。心配ことが多いと。まあ、なんか選べるのか。なんだろう、モルモットタワーとか村の旗とか何ですかね。評判が農民プラス35。これなんだろう、錬金術とかのカード。まあ農民の信頼、評判をもらっときましょうか。で、どうすんだ、まずは寮か。これを作りましょう。これを置く。これもまた紋章が選べるのかな。まあ何でもいいか。とりあえずなんか帽子のマークにしておきましょうか。これがなんかもうちょっと明るい色がいいような気もしますが。よいしょ。何色がいいですかね。黄色でいいか。許可は全部許可になってるけど、これでいいのかな。特性。なんだろう、これ。よくわからないな。まあいいか。とりあえずこれにしておきましょう。で、これかな？これなんだ？エントランスか。あ、これは何も置けないんですね。よいしょな。もう一個。
やって、雑学博士、何かよくわからないな。情熱的にしておきましょうか。はい、OK にして、新入生を呼ぼう。ゴシック、気取り、あ、これを分けていくってことですね。雑学系に入れ、ブサイクって。なんだこれ、ブサイク、かわいそうに。人気者だけどブサイクなんですね。こういうのは、人気者だからここに入れておくか。いじめっ子、寝坊。そうなん、体育会系なので、まあ、メイン寮でいいか。寝坊。どうしたらいいんだろう、これ、適当に入れていきましょうか。よし。で、次は共同寝室か。あ、ここの、どこに作れるってことかな。では、とりあえずどうしたらいいんだ？横にくっつけましょうか。あ、でっかくなった。でっかくなったぞ。次に談話室。あ、これは上なんですね。よいしょ。食堂は？食堂を。食堂は横でも上でもいけるのか。寮の隣に作っときましょうか。よいしょ。で、なんだ、モルモットタワー。これは何だろう、入り口の上に建てときましょう。村の旗。というか、こんなにいっぱい作ってっていいのかな、わからんけど、これはまだなのか。あ、なんか来た来た来た。来ましたね。あ、これがさっき言ってた5人の生徒かな。この子らが働くというか勉強していく感じなんですかね。あれ、まだ来ないな。モルモットタワーに行ってなんか研究しだしたのかな。村人からの挨拶ということで、これにしとこう。で、なんかもう一回来たのか。アルカナの学者ということで、まあわからんから適当に振り分けましょう。光に選ばれし者って書いてありますね。よいしょ、こんな感じでいいのかな。ここはなんだっけ、談話室で食堂。おっと、資金が足りてないんだということで、お金はどこなんだ。あ、これか、これお金ですね。よいしょ。で、これを引けるんですよね、多分。引くと光系のなんかがもらえるのかな。もうなんだ、聖なる降臨。あ、そうなんだ。なんかいっぱいありますね。訓練、まあこれにしてみよう。これどこに置くんだ？あ、隣とかか。でっかいんですね、これ。まあいいか、ここ、食堂の隣か。ここら辺に置きたいところですが、置けないので、ここに置いてみましょう。あ、ほんで、教師を選ぶのかな？どうしよう。あ、押しちゃったら消えましたね。非常にヒーラーが不足してる。ヒーラーにしよう。どうしよう。これ、ライフを回復させた方がいいですかね。これにしよう。で、これを置いていくのはどうしたらいいんだろう。これは置けない。いけないですね。ではこのちょっと見てみようかな。これなんだ、お腹が空いてるのかな。空腹度が高い。この勉強マークみたいなのはなんだろう、勉強してるぞってことですかね。ライフ80とか。あ、これ寝だしたぞ。あ、吟遊詩人か、こいつか。こいつが問題を起こすやつですね。かっこいいとか言ってますけど、怪しい感じだな。で、さっきお腹が空いてた子かな。なんだこれは。焙煎マン。よし、じゃあ早速注文してみよう。いや、コーヒーマシンを入れてみましょう。で、誰かが来たのか。もうわからないから適当でいいか。雑学。またブサイク来ましたね。よいしょ。あ、先生かなこれ。
先生来ましたね。ここで教えてくれるんですね。よいしょ。で、コーヒーマシンか。コーヒーマシンを、ああ、なるほど。これは、どっちなんだ？置けないのか。これは、どこに置くんですかね。よいしょ。カードは使えない。ということで、カードドローしてみましょうか。よいしょ。PV、え、なんでこれ？ MVP か。MVP の生徒の絵が鳴ると。魔法の鎧。本棚。まあ、いいか、これだろうな、やっぱり。ガーグルなんですね。これはどこに置けるんだろう。使い方がよくわかりませんね。よし、とりあえずは見ていこう。で、あ、なんかこれしまった。消しちゃったよ。あ、勉強し始めてますね。ここで勉強して、光の魔法かな？なんかを勉強してますね。あ、お腹空いた。なんかすぐお腹空くな。これで光の魔法を、あ、なんか出たな。パワーカタパルトの中で毎日モルモット同士を戦わせてる学生がいるんですということで。まあ、かけなくていいか。あ、でもこれ、マイナス100か。結構マイナスだな。どうしようかな。まあ、一回評判下がるけど、これにしてみましょう。誰も攻めないことにしてみましょう。闇。アモルファス。移動速度が 20% 遅くなるということで。これもうちょっとなんか、どれに振り分けていいのか分かるといいんですけどね。ちょっと分かりませんね。よいしょ。光のやつがもうちょっとで引けますね。で、これはどんどん引いていけばいいのかな。よいしょ。光の教室ということで、あ、これか。これを作っていってみよう。これは設置できるかな？あ、できますね。これどうしよう。光の部屋の隣にしてみましょう。先生を選ぶんだな。足が遅いのか。どっちがいいんでしょうね。でもこっちも移動速度 20% 遅いので、まあこっちにしておくか。はい。寝る場所足りてるのかな？そういうのは関係ないんですかね。よいしょ。では、本棚。あ、本棚置ける、ここ。これ置いときましょう。コーヒーマシンはどこなんだ？置けないね。さて、これでどうなるんだ？これは24時間なのかな？活動は。お腹が空いたら勝手にこっちに行って、勉強は勝手にこれもしてくれるのか。どうしたらいいんでしょうね。これ、どういう進め方が正しいのかよくわからん。あ、これ、選べない。よいしょ。戦わなければならないになりましたね。よいしょ。難しいですね、いろいろと。これはどうしたらいいんだ？これ使いたいのは使えないのはどうしたいんですか？あ、なんかいる、なんかやってる、なんかやってる、なんかやってる。ああ、骸骨いた。骸骨いましたね。すげえ、戦った。あ、どんどん来ますね。これ誰？よいしょ。はい、ということで、こんな感じで多分進んでいくんですね。あ、これが先生だな。はい、2年目に突入して冬ですね。こちらの星を見ると、神聖魔法とか、こちらを3つこなすと多分この星がもらえると思うんですね。あと1個はこの光の魔法のスペシャリストということで、光のマナを8000かな？集めると星がもらえるみたいなので、当面はこれを目標にしようかなと思います。で、光はここで勉強できてるので、ほっとけば溜まるのかな？ちょっとわかりませんが、まあ、光の右側の星はなんとかなりそうです。
で今後はよくわからないので、とりあえずこういうカードを使っていって様子を見ましょう。なんだこれは。奨学金か。まあいいでしょう、奨学金あげましょう。でこれのよく振り分けがよく分かってませんが、まあ、適当に振り分けていきたいと思います。新入生5名、これ人どんどん増やしていいんですかね。分からないから適当に入れていこう。よいしょ。とりあえず10名ずつで、あとはここに入れていくか。ただ学生寮も人いっぱいだぞ。ちゃんとコメントがあるんだな。フライドポテトがあったとか、そういうことも書いてありますね。フライドポテトとマッシュポテトしかないのか。先生かな？これ先生が眠いそうにしてますね。先生どこ行くんだろう？なんかむっちゃ来てるけど、どこ行くんだ？家帰るのかな？先生は。で、どうしていくんだ？これどんどん、あれですかね、引いていかないといけないのかな？明るいスタッフ食堂。植物学とレベル1以上の新鮮もあります。あ、なるほど。植物学ないですね。まあ、スタッフ食堂にしよう。スタッフの食堂はありませんからね。これ横にしか作れない。ということで横に作っていきましょう。でここにコーヒーマシン置けるのか？置けない。ということで、どうしていったんだ？こっちのカードも引いてみましょうか。アルカナ教室ある。これで、アルカナを勉強することができるんですね。これを置いていこう。これはどうしよう。光の上に置いていきましょうかね。よし、ここで置いていこう。仕事が大好きと。疲労度、これでいいのかな？おしゃべり。遅くなる。遅くなるのか。まあ、こっちにしておきましょう。なるほど。あ、もう飽きた。ああ、そうなんだ。生物。あ、これ、ケンタウルスみたいなのいますから。これにしてみよう。猫にしてみよう。猫置けるかな？でも。置けないかな？なんか、ここら辺に置くことできたんですけど。あ、エントランスに置ける。よし、これでよしと。ケンタウルスとドラゴンがいるんですけど。今、こんだけ飼ってますね。よし、コーヒーマシーンも置けないのかな？食堂とかに置けて、あ、ここ置けますね。なんか、置ける、置いておこう。で、医療ベッドも、あ、なるほど。学生寮のところが医療ベッドになるのか。よいしょ。で、村の旗は、ここに掲げとけばいいのかな？よし、とりあえずこれで、全部のカードは使いましたね。あ、これ何だったっけ？魔王の力か。あ、そうなの？満タンになったら、他の学校作らないといけないんですね。なんかポンって投げたぞ、誰か。どうしたらいいんだろう。引いていくにも引けない。お金もかかる。こっちとかあんまり人入ってませんね。先生もいないのかな？あ、先生この人か。この人先生で今から来るんですね。で、生徒がどんだけ来るかだな。生徒来ないのかな。一人で勉強してる感じですね。ここら辺ではちゃんと生徒いますね。この人来てくれないと、デッキの子、あ、これ行くな。これ勉強しに行きますね。あ、来た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 。あ、3年目の冬になってしまいましたね。あ、マナー溜まり始めましたね。なるほど。これでとりあえず、あ、なんか、出そう。でもこれしか選択肢がないな。名誉ポイント下がるな。とりあえずはこれで行って、あとは英雄学があればいいのかな。これピカピカ光ってるからこれでいいんですかね。あ、なんかお金かな。クエスト承認ギルド。よし、
これを受けてみましょう。クエストを受けるということで、どれだクエストは。わかりませんが、まあ、とりあえず受けてみました。お金が200増えましたね。よいしょ。これなんだ？あ、進路、あ、卒業があるのか。そういうことね。あ、んで、この人は農民に、農民 92.86 死亡っていうのがあるな。なんてひどい。まあ、一回確定してみよう。光のマナを得ると。よいしょ。で、こっちもか。まあ、一回これも卒業なのか。3年かな？最初の人らなのかな？ 3 年で卒業みたいですね。ああ、なるほど。こうやってどんどん学生の力をつけていった方が報酬的なものが増えるということか。ああ、なるほど。では、光のやつで、あ、なんかデブフェニックスってなんだ？植物学がないんですよね。よいしょ。これをつけていこう。これをつければいいんですよね。ドン。光のデッキ300。あ、大天使の翼。これ、この2つ、増やしたいんですけど、ダメですね。ないですね。これを使おう。神聖学はこれかな？よいしょ。あ、マイナス25だな。これ、懲罰か。こっちが、あ、こっちか。神聖魔法英雄が、ここでいっぱい勉強しないといけないってことですね。よし。アルカナデッキも引けると。タイムホール。なるほど。教師の割り当てが必要ということで。難しいな。これにしてみよう。タイムホール。教師が必要か。あ、こっち行けなくなるのか。じゃあ、この上につけておきましょうか。グルメ、高級鳥。強欲。100% か。ライフがゆっくり低下するは困りますね。なら、こっちにしとくか。仕方ない。これがお金もどんどん増えてますね。植物デッキ、ベースデッキをとりあえずやろう。教師の部屋。あ、これ宝箱は。あ、なるほど。なんか置けたりするのかな。あ、なるほど。学校で寝れるのか、教師が。確かここに置いたので、ここに置いときましょう。そういうことが、教師。先生帰ってたけど、これを置くことによって帰らなくて済むのかな？そういうことですかね。はい、ちょっとまだ全然わからないまま進めてますが、やっていくうちにどんどんわかっていくと思いますので、またどんどんやっていきたいと思います。それでは今日はこれぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。